はい、どうも皆さんこんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、ネム、IOST、カルダノ、エイダ、エンジンコイン7通貨ですね、見ていきたいと思います。今日が2021年の7月の27日火曜日ですね。今が19時41分を回ったところです。オリンピックですね、本当に日本勢の活躍がすごいですね。女子バスケットもそうだし、卓球もそうですし、それからスケボーもそうですよね。それから競泳もそうですし、まあいろんなですね、種目でたくさんの、ね、日本人の方が、活躍している中で、まあ仮想通貨市場もね、若干盛り上がりを見せつつあるということで、ここからね、また一段いけるかどうかというところですね、今日の動画では見ていきたいと思います。じゃあまずはですね、今日の仮想通貨市場の動向から見ていきたいと思うんですが、今日は、ビットコイン、イーサリアム、まあ若干下げてきたかなっていうところですね。で、まあこの下げように関しては、まあファンダメンタルズ的な要素があるんですけども、それはまた後でね、お伝えしていくとして、まあこの勢いがですね、どこまで続くのかっていうところですよね。まあ昨日の動画でもお伝えしていましたが、かなりまあ上昇していましたね。過熱感を伴って上昇していましたので、まあ一旦こう下げられる展開をシナリオとして、まあ入れておかないといけないかなっていうことをお伝えしていました。それからあとはですね、移動平均線との位置関係ですね、まあそのあたりの動向をアップデートしていきたいなというふうにですね、思っております。じゃあまずはですね、今日も日経平均の動向から見ていきたいと思います。今日の日経平均株価は、3日続伸ですね。日本経済新聞さんのニュースです。136円高の 27,970 円まで上げてきました。アメリカ株高をですね、交換したということで、まあ昨日のですね、アメリカの株式市場において、まあダウ平均含めた主要3指数がですね、全て最高値を更新してきたということで、まあずっとですね、最高値更新し続けているという状況となっております。まあその中で日本株においてもですね、買いが優勢となったということが言われております。で、今日まあ正確に言うと、明日のですね、夜中の3時にまた FOMC のですね、政策金利発表されるわけですけども、まあ今回においてはそんなにサプライズないんじゃないかということがですね、各媒体で言われておりまして、まあ資産購入ペースの縮小に関しての、まあ議論がですね、活発に行われることは予想されるものの、まあ今世界各国でですね、また新型コロナウイルスの感染拡大が広がっていると、まあこういった状況がある中で FRB がですね、高派寄りのスタンスに、まあシフトしていくってことは、まあ今回においてはないんじゃないかというふうにですね、見られています。で、まあ市場の一部からは9月下旬の FOMC の中で年末か来年初めの資産購入ペース縮小開始を打ち出してくるとの見方がですね、今のところ有力視されているということですので、まあひとまずこの夏に関してはですね、大きなサプライズはないんじゃないかというふうな見方が今広がっているということですね。まあ今日の FOMC もまあ一応ね、警戒をしておかないといけないとは思うんですが、まあそんなに大きなこうスタンスの変更というか、大きな発表なんかもですね、ないんじゃないかというふうにですね、見られております。そんな中で今日ですね、仮想通貨市場に、まあ衝撃のニュースがね、入ったっていうのが、昨日ね、大々的にいろんな媒体で報道されていました Amazon のですね、仮想通貨支払いを受け入れるっていうふうな、報道があったと思うんですけど、これをまあ明確に否定してきたっていうところですね。これがもう一面、各媒体のですね、一面を飾って、まあこれに伴ってですね、仮想通貨市場一旦こう反落されてきたんじゃないかっていうふうな見方が今されています。ただですね、これよく読んでいくと、Amazon は確かにね、否定したんですけれども、完璧に否定したわけではないんですよね。で、昨日ですね、まあ Amazon がビットコインの支払いを年末までに受け入れる計画で、2022年にはですね、独自のトークンを発行するというふうな計画を、持っているというふうにですね、まあ内部リーク情報としてね、報じたわけですけれども、これに対してアマゾンは同分野に関心はあるものの、仮想通貨に関する具体的計画をめぐる、相次ぐ憶測は事実ではないっていうふうに言ったんですね。ただし、アマゾンで買い物をする顧客にとってどのような可能性があるか模索することに引き続き注力する考えを示したということですね。で、このまあ否定の報道に先立って、同社は求人広告が報じられた後、仮想通貨領域で起きているイノベーションに触発されて、これをアマゾンにどのように活用できるか今模索しているところだと。で、未来はですね、まあ時代に合ったスピーディーで、低コストのね、決済を可能にするっていうことが、やっぱり重要だということで、そのような未来をアマゾンの顧客にも一日も早く提供したいということもですね、正式に発表しているということで、今後も継続的にかつスピーディーに、この仮想通貨決済っていうものに対してですね、開発を進めていくってことはもう明確に明らかにしておりますので、まあそれほど大きなですね、否定したっていう感じではないということで、まあ一時的なですね、反落にとどまっているというふうな見方もあるんじゃないかなと思っています。で、まあ今日はですね、このニュースがね、大きく報じられて、それ以外のニュースね、そんなに大きなところはないんですけれども、まあ一つ、テスラ社のですね、決算が発表されて、ビットコインの保有は続けているっていうことがですね、まあ明らかになったということですね。まあ5月にビットコインの支払いを停止した、テスラ社ですけれども、まあそれによって仮想通貨市場大きく暴落して、まあテスラ社売ったんじゃないかっていうことを言われていましたが、まあ今回はね、明確に売却していないっていうことを事実がですね、まあ明らかになったということですね。まあ先日行われましたカンファレンスですね、ビットコインワードの中でも、まあ売却することはしないっていうふうな発言をね、していましたけども、それがまあ裏付けられたということで、まあ一つこれはポジティブなニュースなんじゃないかなとは思っています。はい、ここまでが今日の外部環境ということで、ここからですね、仮想通貨の相場分析入っていきたいと思います。
はい、それではですね、まずはビットコインの4時間足から見ていきたいと思います。今のビットコインの価格が、$37,690ということで、日本円でいうと415万円までね、上昇してきているというふうな状況となっております。今日の仮想通貨市場ですけれども、今日の朝方から一気にね急落を始めてきて、一旦ですね$36,500ぐらいまで下がってきたかなっていうところですね。まあ、もう少しね下がってきてくれたら嬉しいなと思っていたんですけれども、まあ、ここの36,600付近のこの水平線ですね、ここまあ直近で、結構ね意識されて、ちょっとねあの直近見にくかったので消していたんですけど、ここがね、まあ直近高値であるここのラインが、かなりね機能してきたというふうな展開となりました。でそれ以降はですね、まあ、出来高もしっかりね伴って上がってきているというふうな状況となっておりまして、まあ、引き続きプライスに関しては堅調な動きを見せているというのがですね今の状況ですよね。でやはりまあこの動きに関してはここのですね上昇トレンドラインとかもね見ていったらいいと思うんですけれども、あとはまあ短期の移動平均線やこの密集したですね移動平均線たちではですね、サポートラインとして機能してくる可能性が高いですので、まあこのあたりが交換してやっぱり上がってきてるんじゃないかなと思っています。でビットコインがやはりねこの$41,000を突破できるかどうかっていうところですね。直近まあ$40,000を一旦ねつけたんですけど、そこからまあ反落されてしまったということがあったんですが、やはり注目なのは$41,000ですね。ここのボックスを抜けれるかどうかっていうところがまあ大注目になっているということで、このあたりはですね日足でも見ていかないといけないわけですけれども、まあ、日足チャートで見ていくと、まあ、こんな感じですよね。昨日の動画でもお伝えしましたが、この 100MA がですね日足レベルではかなりね、重要な意味を持ってくるということをお伝えしていましたけれども、そこがまあ$41,000と重なってくるということですね。でそれからもう一つ上で見ていくと、200日移動平均線もやはりまあビットコインの歴史においてですねかなり意識されているというところがあります。でここを抜けてくるとなれば$44,000になってきますね。ここの安値がですね抑えられた、サポートされたラインが$44,000ですので、それと200日移動平均線が、まあ、被ってくるということですね。で、まあ、その上でなると、$48,000ということで、このあたりね、サポートラインとして機能した$48,000が意識されてくるんじゃないかなっていうふうな見方かなと思っています。でその中でね、まあ、日足レベルでこの上髭を大きくつけた後っていうのは、まあ、いわゆるピンバーですよね。これを受けてやはりまあ一旦ね下に落ちてくる値動きっていうのがですね通常考えられるわけですけれども、今のところねこの次のローソク足、今日のローソク足においてもまだですねこの髭を生みに行こうとしているような強さがですね見られているっていうところは非常に評価できるポイントじゃないかなと思っています。まあ今日まだローソク足ね確定していませんので、この後どうなるかっていうのはまあわからないところではあるんですけど、今日の値動きにおいてこの髭をですね埋めに来るような展開が見られた時にはですね、その次の足からも、かなりですね強い動きになっていって、今週中にですね$41,000を抜いてくるみたいなね、そういう展開も考えられるような相場環境になってきたんじゃないかなというふうに思っております。まあ本格的な上昇相場になってくるっていうのはこの$41,000を超えないとということになってくるわけですけれども、まあ、それに向けてですね、MACD もゴールデンクロスでプラス圏にね、やっと入ってきましたし、RSI に関してもですね、直近頭を押さえつけられていた50付近のね、抵抗体をまあ抜けてきて、今ですね、結局63ぐらいまで上がってるんですかね。はい。なので、まだまだですね、この買われすぎっていう水準でもないということで、非常にね、強いっていう風なところが見えている、指標になっているんじゃないかなと思っています。まあ、その中で短期的な反落を察知していくっていうのは、いつも言ってる通り、今ね、この5日移動平均線だったりとか、ここの上昇のトレンドラインですね、こういったところに完璧にサポートされているっていう状況がありますので、まあ、日足レベルのこういった指標も確認しながらですね、あとは100日移動平均線を超えていけるかどうかっていうところが直近のターニングポイントになってくるんじゃないかなと思っています。まあ、この勢いを見る限りね、やっぱりこの勢いはまだまだ続いていくんじゃないかなと個人的には思っております。で、まあ、$41,000抜けたら、まあ、$44,000と言われていますが、まあ、これ抜けたらね多分もうここはもう抜けていくかなと思っていまして、というのも、まあ、このあたりね出来高やっぱり少ないわけですよね。で次やっぱり大きくなるのがこの$48,000付近がですねやはり、意識されることがね、可能性として高いですので、$41,000、まあ、もしくはねこの100日移動平均をしっかり抜けることができれば、一時的にやっぱり$48,000ぐらいまでですね押し上げられる相場になってくる可能性は十分ね考えられるんじゃないかなと思っています。過去はやっぱりこの日足レベルのデッドクロスによってですね下落相場が続くっていうのは基本的なね過去、まあ、ずっと見てもそういった動きになっているわけですけど、ここで日足レベルのデッドクロスを否定してさらなる上昇相場に持っていくっていうことになれば、これはですねちょっと先ねどうなるか本当に分かんないですよね。$48,000をまた超えてくると、でそうなってくると、まあ、$60,000も視野に入るわけですけど、まあまあそれはねかなり先の話ではあるんですけど、やっぱりまあ短期的なところを見るとですねこの$41,000抜けていくかどうかっていうところは、先ほど言ったですねそういったシナリオまでつながってくるための、まあ、一つ重要な、ね、ポイントになってくるんじゃないかな
とは思っています。でまあ前もお見せしましたけども、バイビットのですねビットコインのマンスリーリターンを見ていくと、月間ごとのですね、パフォーマンスを見ていくと、まあ6月がですねプラスになってくるということは結構ね過去も多いわけですよね。過去3回しか、2013年からの統計において過去3回しかですねマイナスリターンになったことがないわけですね。でやっぱりこの8月9月のパフォーマンスが非常に悪いわけですよ。1年通してもね、非常に悪いっていうことがですね起きておりまして、この8月9月がねやはり低調な動きになってくる可能性があるんじゃないかっていう風なですね見方ですよね。なので、まあ、10月頃からね、またこのリターンがですねかなり多くなってくるっていうのがここ最近のですねトレンドですので、まあ、10月頃からですねまたあのバブルが再来するとか、そういうね期待も、まあ、少しね持てるような、まあこれはちょっとアノマリー的な話になりますけれども、まあ、そういった期待もですね持てるんじゃないかなとは思っています。はい、ということで、まあ、短期的なところを見ていくと、まあ、若干下がったところから今反発してますので、まあこのあたりからですね分割でエントリーした方は、まあ、いいところで入れたんじゃないかなと思っています。こういう相場になってくるとやはり下はですねこのあたりが硬くなってきますよね。なのでここからもう一段ねさらに上昇して4万2000ドルを試してまた反落されてきたとしても、やっぱりここっていうのはですねサポートされる可能性が高いということで、こういう風な三角持ち合いにですね持ち込むか、まあ、抜けていくかっていう風な展開になってくるんじゃないかなと個人的には予想しております。なので、このね勢いを、まあ、反転させることを示唆するためには、ここの上昇トレンドラインを割られたら一旦逃げておくとか、まあ、短期の移動平均線割られたら一時的にですねこういった移動平均線下の移動平均線まで落ちてくる可能性があるから一旦逃げておこうかとか、まあ、そういう風なところでですね、短期的なトレードはしていかないといけないかなというふうに思っております。まあ、短期的な値動きを見ると、まあ、想定通りですね一旦調整されてまた強い動きになってきておりますので、まあ、4万1000ドルを試してくるような展開が訪れるんじゃないかなとは個人的にはですね思っているところです。続きましてイーサリアムを見ていきたいと思います。はい、こちらイーサリアムですね、今の価格が2244ということで、まあ直近でですねこのダブルボトムのネックラインが意識されますよということをお伝えしていましたが、ここを超えられずに反落してきましたね。ただその反落してきた先にはですね2100ぐらいの、まあ、20MA が控えていて、あとは移動平均線もね、下に密集しておりますし、まあ、ゴールデンクロスも完成しているということですので、まあ、ここからですねこういったラインにサポートされてやっぱり上がっていきやすい展開にはなるんじゃないかなと思っています。その中で、まあ、この2400付近ですね、このラインをしっかり抜けることができればやっぱり短期的には強いですよね。本当に、まあ、2900とか日足で見ていくとこの3200とかもねかなり意識されたわけですけど、まあ、こういったところまでですね、まあ、上がねからあの空いてくるんじゃないかなと思っています。まあ、その中でやっぱりねイーサリアムに関してはビットコインよりもね強い動きを見せているわけなんですけれども、今20、50、200の移動平均線を抜けているっていうところはまあ非常に強いわけですね。であとはまあ100日移動平均線、これが2500付近に停滞しておりますので、まあ、2500のところを抜ければさらにですね一段、まあ上昇してくる可能性が見えてくるんじゃないかなと思っています。まあ、その中でやっぱり注目が集まるものは2350から2400ですね。もうここを抜けていくかどうかで中期トレンドが変わってくるっていうふうにですね考えてもいいぐらい、非常に重要なポイントですよね。なので、まあ、今からですねこれほど移動平均線がですねサポートされておりますので、しっかり下がってきたところは分割しながらですね、まあ、買い向かっていくような相場環境で、まあ、かつですねここのダブルボトムのネックラインを抜けたところからは新規でですねロングに入っていってもいいような相場環境になるんじゃないかなというふうにですね思っております。続きまして XRP ですね。 XRP に関しても、まあ、4時間足レベルで見ると移動平均線はなんとか全部抜けてきたような環境となっております。で63セント付近ですね、ここはかなり意識されていましたけれども、ここもなんとか、サポートラインに変えて上がってこようとしておりますので、これもまあ一時的にですね72セント付近のこのダブルボトムと、見た時のネックラインですね、こういったところまで上がってくる可能性は十分ね考えられるんじゃないかなと思っています。でネムに関してもね、直近強含んできておりまして、まあ本当にネムの動きは強いですよね。この移動平均線の形状を見てもパーフェクトオーダー完成しております。まあ、その中で、18セント付近のね、ところでレジスタンスされているっていう状況があるんですけれども、まあこれをボックスとして見た時にですね移動平均線密集が押し上げて、そこからですねこのボックスをブレイクしていくっていう風な形にですね見えるかなと思っていますね。まあ、日足レベルで見てもそうですけれども、やっぱりこの 20-50MA をですねしっかり抜けているっていうところはかなりね評価できるポイントで、今後こういったラインをですね、サポートラインに変えて上がっていく可能性があると。でそこからここの18セントを超えたところから100日移動平均線も超えてくると思いますけれども、そういったところからですね一気に上昇してまた20何セントとか、30セント付近までのですね上昇が見込めるような相場環境になるんじゃないかなというふうに思っております。でその起点となるのは、まあ、やはりですねここの歴史的なラインを抜けないといけないかなというところで、直近まあ
ここの18セント試したんですけど抵抗されましたね。この18セントしか抜けていけば、もう少しね上まで30セント付近までの上昇がですね見込める環境になってくるんじゃないかなと思っています。でここから IOSD ですね見ていきたいと思うんですが、 IOSD に関しても、まあ、ダブルボトムのネックラインでレジスタンスされてしまいましたね。やはりここは強いということで価格帯が25セントですね、はい、ここを抜けていくかどうかというところが直近の大きな、鍵になってくると思うんですが、まずは短期中期の移動平均線抜けておりますので、ここはすごくね評価できるポイントですよね。そこからまあこのネックラインを抜けるかどうかなんですけど、抜けたら次がですね 3.5 セント、まあ、ここをずっと言っているポイントですね。ここを抜ければ本格的な上昇が待っているということで、まあ、もう少しね、停滞する可能性はあるんですけども、 2.5 セントを抜けていけばですね、一気に上昇相場になってくる可能性もあって、このあたりはですねしっかり短期的なところではブレイクアウトを狙っていくような戦略で、まあ、攻めていくべきじゃないかなと思っています。でカルダノに関してなんですけど、カルダノに関してもですね、日足レベルでこのボックスの中で動いているっていうところが直近ずっと注目されていますよね。その中で200日移動平均線と20日移動平均線を超えています。でカルダノに関しては、まあ、以前から言っている通りですね、この 1.48 を抜けていけば大きくですね上昇してくる可能性があるんですけど、まあ、今のところを見るとですね、この展開を見ると、まあ、強い動きになっていますよね。ただまあこれはほとんどの通貨に言えることですけど、出来高がなかなか上がってこないっていうところがやはりねありますので、まあ、今後出来高の増加を伴ったですね上昇を見せるかどうかっていうところは大注目かなと思っています。まあ、その中でビットコインのね出来高は少しずつ上がってきてまして、まあ、時価総額を見てもですね、まあ、上がってきてるわけですけど、ドミナンスを見てると、まあ、ビットコインですねずっと上昇してきて、今 48% までね上がってきているという状況がありますので、まあ、ビットコインは、ね、結構強い動きになってきつつあるんじゃないかなと思っています。まあ、その中でアルトコインもね上がっていけるかどうかっていうところ、出来高も含めて、ちょっとねここは注目のポイントになってくるんじゃないかなと思っています。まあ、体のは 1.48 ですね、ここを抜けたら、ロングに入っていくというふうな戦略で今のところは見ていくべきじゃないかなと思っています。でエンジンコインなんですけど、ここが結構注目でして、直近この水平線ですね 1.15 付近のこの水平線を割り込まれたんですけど、これをさらに回復してきたっていう動きになっておりまして、まあサポートラインがですねこういうふうな感じで動いてきてるというふうな感じですよね。でこういうふうな三角持ち合いをイメージしていくと、今ですね抜けるかどうかっていう本当に重要な局面に来ているわけですね。で抜けるかどうかの、重要な起点となるのがここの 1.4 の水平線ですね。直近ここは頭を押さえつけられていますので、これを抜けていけば、まあ、ちょっと形は微妙ですけど、ダブルボトム、まあ、もしくはトリプルボトムのような形を抜けていくということで、引き続きですね強い相場になってくる可能性が見えてくるということですね。次の意識ポイントは、まあ、多分2ドルぐらいのところまでないと思うんですけど、まあ、この2ドルぐらいまでのところまではですね、上昇してくる。で日足レベルでこれ全部移動平均線を抜けることになりますので、そこから復調相場になってくる可能性十分ね考えられるんじゃないかなと思っています。まずはやはり今ね、頭を押さえつけられている 1.4 とか、それからまあ200日移動平均線だったら 1.47 とかぐらいですかね、まあ、そのあたりをしっかり抜けることができるかどうかですね。ここを実体レベルで抜けた時にしっかりね分割しながらエントリーしていけば、まあ、結構利益が取れるようなトレードになってくるんじゃないかなと個人的にはですね今思っているところです。はい、ということで今日はですね7通貨ぐらい見ていきましたけれども、まあ Amazon のね報道否定っていうところに関してはもう今のところですねそんなに影響を与えてないんじゃないかなと思っています。むしろね、プラスに変えていく可能性もあるぐらいの否定の仕方だったんじゃないかなと思っています。で直近のこの上昇相場が始まった起点となっているのもこの Amazon のニュースが起点となっているわけではないですので、この報道によるこれ以上の大きな急落っていうのはですね、まあないんじゃないかなというふうに考えております。その中でやはり直近のところにおいてはですね、テクニカルがかなり意識されているっていうのは間違いないところかなと思っていますので、まあビットコインがですね4万1000ドル抜けるかどうかだったりとか、先ほどのイーサリアムが、2350から2400ドル付近のですね抜けていくかどうかっていうところですね、このあたりが本当に市場の大注目になってくると思いますので、まあ合わせて出来高も見ながらですねしっかりね、戦略的に攻めていかないといけないかなというふうに思っております。ということで今日の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。